約1年かけリボに貸し出したのは300万円にもかかわらず、彼女が私に返済したのはたったの3万円だった。たったこれだけですか。私の言葉にうつむく義母、思わず彼女を睨みつけると、義父が立ち上がり私を指差しながら言った。援助される身で何様だお前は。え？義父とのやりとりに義母の顔がみるみる青くなっていく。そこで私は一瞬にして全てを悟った。そう、そっちがその気なら私だって容赦しない。この際徹底的にあんたを追い込んでやるわ。私の名前は相沢ひとみ、30歳、フリーのイラストレーターだ。1年前に夫の勇気と結婚、子供はまだおらず夫婦2人で穏やかに暮らしている。私がこの仕事を始めたのは4年前。それまでは制作会社に勤めていたのだが、好きな仕事を好きなペースでできる方法を考え、今の仕事に行き着いたのだ。だが勇気は交際中から私が会社を辞めることに反対していた。というのも彼は教師をしており、根っから真面目な性格だ。安定した給料が一番だと考える彼にとって、会社を辞めてフリーランスになるというのはとてもリスキーな選択なのだ。会社を辞めようか悩む私に、彼はよくこんなことを言っていた。瞳が本当にそうしたいと言うなら俺は止めないよ。でもうまくいかなかった時、瞳が落ち込む姿を見たくないんだ。ありがとう勇気。でも私ね、挑戦してみたいの。もしうまくいかなかったら、今の会社待遇もすごくいいんだろ。また就職先を探すとなったら大変なんじゃないか。その時はその時でまた頑張るから。自分がどこまでできるのかやってみたいの。自分の可能性を自分で消したくないのよ。瞳、ダメかな。わかった。瞳がそこまで言うのなら俺も応援する。どちらにせよ俺はこれから先もずっと瞳を支えるつもりでいるから。当時はまだ婚約もしていなかったが、勇気はそう言ってくれた。この彼の言葉にどれだけ支えられたか。いつしか私は自分のためなのはもちろんのこと、彼のためにも頑張りたいと思うようになった。その後私は計画通り独立し、フリーのイラストレーターになった。最初はウェブ上でアカウントを作り、小さな優勝依頼を受けるように。時とともに私のイラストは認知され、いつしかグッズ展開やイラスト集を売りに出すまでになる。気づいた時には会社員時代の何倍もの収入を得るようになっていた。波に乗ったタイミングで勇気からプロポーズを受けた。実際はもっと早くに結婚の話が出ていたのだが、彼に迷惑をかけたくないためもう少し時間が欲しいと待たせていたのだ。様々な困難を経て私たちは無事婚約した。だが一つだけ問題があった。それは夫の母親の存在である。簡単に言うと、私は義母にあまりよく思われていない。きっかけは彼からプロポーズを受け、義実家に初めて顔を出した時だった。義父は用事があり外出中で、義母と私と夫の3人でたわいもない話をしていた。しかし私が仕事の説明をした途端、義母の目の色が変わったのだ。彼女は私がフリーのイラストレーターだと聞くと、突然冷ややかな眼差しになったのだ。ひとみさん、あなた確か会社にお勤めじゃなかったかしら。はい、数年前まで制作会社に勤めていました。ですが今は独立し家で仕事をしています。家で？独立って会社に勤めず絵を描いてるだけってことよね。はい、
でもそれが私の仕事なんです。企業に向けていろんなイラストを描いてて。ああ、いい子だと聞いてたから期待してたのよ。それなのに、勇気が仕事に行ってる間もあなたはお絵描きだけをするってことよね。お絵描きって、自分の仕事をバカにされているようで、つい苛立ちが出てしまう。私の様子を悟ったのか、勇気がフォローに入ってくれた。母さんくらいの年代の人じゃ家で働くなんて驚くかもしれないけど、今は普通なんだよ。でもね、勇気、やっぱり今時は安定した収入じゃないと。それなら心配ないよ。情けないけど、瞳は今俺よりずっと多く稼いでるんだ。え？そうなの？そうだよ。瞳のイラストはすごく人気なんだ。むしろ俺の方が稼ぎが少なくて恥ずかしいくらいだよ。収入の話をするうちに、先ほどまでの義母の下げすむような表情が次第に緩和された。どれぐらいの収入があるの？と目を輝かせて根掘り葉掘り聞いてくる。あまりにもしつこいので控え気味に収入を答える。それすらも義母からしたら大きな金額だったらしい。お嫁さんがひとみさんなら安心ね、と義母はコロッと態度を変えた。そこから義母は妙な歓迎ムードで接してくるようになった。結婚を認めてもらえたのは嬉しかったが、収入のみで判断されたように感じてしまい、あまりいい気はしなかった。お母さん、決して悪気はないんだろうけど、今日話した感じだとなんだかお金に執着しているような気がする。まあ結婚しても同居するわけではないし、適度な距離感を保てばいいか。数日後には再び義実家へ出向き、義父にも挨拶した。義父は勇気によく似てキリッとした顔立ちで、あまり口数は多くない。優しい笑顔が特徴的な人だ。私の職業を聞いた時も、収入を質問されることは一切なかった。むしろ、絵が描けるなんてすごいなぁ、と純粋に褒めてくれた。義父の人柄に安心した私は、すぐに結婚準備を始め、1ヶ月後に入籍した。父と母はもちろんのこと、義両親も私たちの結婚を祝福してくれた。晴れて夫婦になった私たちは、義実家から車で10分ほどのマンションに住むことになる。当初は特に問題もなく、穏やかな夫婦生活を送っていたのだが、結婚から2ヶ月ほど経ったある日のこと、家で仕事をしていると義母から電話がかかってきた。普段用があるときは夫にかかってくるはず。あえて私にかけてきたことに違和感を覚え、私は急いで電話に応じた。もしもし、お母さん、どうしたんですか？あのね、ひとみさん、ちょっとお願いがあるんだけど、お金貸してくれないかしら。え、お金ですか？実はね、お父さんが入院することになっちゃったの。でもうち今ちょっとお金がなくて、勇気に入院がバレたくないってお父さんが言うのよ。お父さんが入院？大丈夫なんですか？ええ、比較的元気だしね。でも、ひとみさんしか頼れる人がいないのよ。もし入院が流れて、お父さんにもしものことがあったら。義母はそう言って、電話の奥でわっと泣き出してしまった。お金を貸してほしいと言われ、一瞬義母の散財を疑ってしまったが、どうやらそういうことでもないらしい。私は提示された金額を義母に告げられた口座にすぐ振り込んだ。後日、おかげで助かったわ、と報告を受け、私も安心した。だが、その日を境に義母からの金銭要求が繰り返されることになる。金額は10万から50万ほどと幅があるのだが、決して少ない額ではない。特に多かったのが、
義父の入院費用と義母の通院代だ。義父が55の時に会社を辞めたことは夫から聞いていた。義母曰く再就職しなかったのは具合があまり良くないかららしい。退職金も入院や手術費用ですでに使ってしまっているので生活にも余裕がない。義母からは医療費だけでなくそのうち生活費まで要求されるようになっていった。電話が来るのは決まって平日の昼間だ。つまり私が家に一人でいる間を狙っている。夫に金の無心を知られたくないからあえて私にお願いしているのだという。結婚して1年が経った今も金の無心は相変わらず。つい先日も義母からこんな電話があった。もしもし、ひとみさん、今月の生活費だけど10万プラスしてくれるかしら。10万もですか？先月も20万振り込みましたよね。さすがに今月もっていうのは。しょうがないじゃない。お父さんも私も今月はまだまだ病院に通わなきゃいけないのよ。お父さんに運転させるのは危ないからタクシー代もかさむのよ。でもじゃないわ。ねえひとみさん、私たちはあなたの義理の親なのよ。義理の親が生活に困っているというのに助けてくれないの？そういうわけじゃ。だったらいいじゃない。今までみたいにいつもの口座に振り込んでちょうだいよ。嬉しそうな声で話す義母に不快感がこみ上げてくる。なぜなら彼女は私に1円たりとも返してくれていないからだ。これまで貸した金額は1年間で300万円ほどに及ぶ。そのうちの半分、いや3分の1どころか1円も返してくれていないのだ。少し前から今まで貸した分を返してほしいと何度も伝えている。その度に義母はもうすぐ返すわ、来月には返すわよなどとごまかす。だが実際に返ってきた試しはない。何せ300万円という大金だ。さすがの私ももう貸すことはできない。このままじゃまた義母に言いくるめられてしまう。そう思った私は強い口調で彼女に言い放った。あのお母さん、申し訳ないんですけど、これまで貸したお金を返してもらえないならこれ以上貸すことはできません。はあ？なんでよ。今度返すっていつも言ってるでしょ。そう言ってまだ一度も返してくれてないですよね。さすがにこれ以上は待てません。そんなこと言わないでよ。ひとみさん、お願い。私もお父さんも病院に行かなきゃいけないのよ。父さんももうすぐ手術だし。何を言われてもこれ以上は無理です。せめて返そうとする意思を見せてください。私の言葉に義母は黙り込んでしまった。しばらく沈黙が続いた後、泣きそうな声で話し始める。ごめんなさい、ひとみさん。あなたをそこまで怒らせてしまっていたなんて、私気づいてなかったわ。お母さん、そうよね。借りてばっかりじゃダメよね。明日うちに来られるかしら。これまでに借りたお金、全額きちんと返すわ。わかりました。明日仕事が終わったらそちらに向かいますね。ええ、よろしくね。くれぐれも勇気には内緒でお願いよ。電話を終えた私はなんだか拍子抜けしてしまった。自ら家に呼ぶことなどなかった義母がきちんと返すわと言うなんて、あまりの態度の変わりように多少違和感を覚えたが、返してもらえるのならそれに越したことはない。翌日仕事を終えた私はすぐ義実家へと向かった。到着するとそこには義母だけでなく義父の姿があった。心なしか義父は怒っているようだ。一方の義母は気まずそうな表情を浮かべている。
喧嘩でもしたのかな。お父さんがこんな怖い顔してるの珍しいわね。そんなことを思っていると、はいこれと言って義母が私に薄っぺらい封筒を差し出してきた。見た目の厚みから300万円も入っていないことは明らかだ。封筒から中身を取り出すと、なんとそこにはたったの3万円しか入っていなかった。私と目が合った義母は、渡したんだからもう帰りなさいなどと言い始める。300万円にはほど遠い3万円を返しただけで偉そうに帰りなさいですって。感謝も反省もない彼女の態度にわなわなと体が震えた。たったこれだけですか。つい飛び出した私の言葉に義母は気まずそうにうつむく。するとその場にいた義父が立ち上がり、私を指差しながら見下ろした。援助される身で何様だお前は。え、お父さん援助って。とぼけるな。母さんから聞いたぞ。収入が少ないからって勇気に内緒で母さんに金を要求してたらしいな。は？その3万円だって俺の退職金から出してるんだぞ。まずはありがとうじゃないのか。状況が理解できず思考がフリーズしてしまう。義母の方を向くと彼女は私からさっと目をそらした。その瞬間私は全てを察した。体の中が義母への怒りで埋め尽くされていく。そう、そういうことだったのね。お金を返せないからお父さんに嘘ついてこの3万円を出させたのか。許せない。絶対にこのまま帰ってなんかやるもんか。怒鳴り声を上げる義父に義母がもういいじゃないとなだめる。私に目配せした義母は慌てて口を開いた。ひとみさん、あなたはもういいから帰りなさい。お父さんには私から説明をするから。はあ？何言ってるんですか？これ以上嘘をつき続けるなら私がお父さんにバラしますよ。ちょっとひとみさん、何を言って。あなたが私から借りた300万円の話ですよ。一体いつになったら返してくれるんですか？こんな3万ポッチで足りると思ってるんですか？何を言ってるの。変なことを言うのはやめてちょうだい。必死に取り繕う義母を遮り、義父が静かに割って入る。ひとみさん、今のはどういうことだね。お父さん、私はお母さんに援助など求めていません。むしろ貸していたのは私の方です。全て合わせたら計300万円になります。振込明細があるので見てもらえばわかるかと。300万だと。どうしてそんな大金を。お母さんに言われたんです。お父さんの入院費にお母さんの通院代、全てにタクシー代がかかるのと、働けなくなったお父さんの代わりに生活費をと。なんだそれは。俺は入院なんかしてない。健康だ。車だって普通に運転してるぞ。私が聞いていた話とはだいぶ違いますね、お母さん。義母は血の気が引きすぎて真っ白になっていた。言い訳のしようがないと悟ったのか、うつむいたまま黙り込んでいる。すべてを知った義父は義母に雷を落とした。先ほどよりもさらに大きな声で怒鳴り散らす。お前、なんてことをしてくれたんだ。300万なんて大金を息子の嫁から嘘ついてまで要求するなんて。違うのあなた。これには訳が。何が違うんだ。一方的に借りるだけ借りて返さない。それが事実だろ。それは。お前みたいな腐った人間とはやっていけん。今すぐ荷物をまとめてこの家から出ていけ。今すぐにだ。義父の怒声に義母は涙を流しながらすがりついたが、義父が彼女を許すことはなかった。自分の置かれた状況を理解したのか、
義母は上目遣いで必死に訴えてきた。ひとみさん、お願い。お父さんを説得してちょうだい。このままじゃ私、行くところがなくなっちゃう。なんで私が？私は取り乱す義母を見下ろした。あなたを助ける義理なんて、こちらにはありませんけど。そんなこと言わないでちょうだい。お金はいつか必ず返すわ。だから。この状況に至ってもなお、謝罪の一言すらない。義母は一連の行動を決して悪いとは思っていないのだ。彼女がここまで必死なのは自分の身が危険だから。ただそれだけ。そんな都合のいい人間を助けるほど私は優しくない。泣きながらすがり続ける義母に私はきっぱり言い捨てた。いい加減にして。どこまで自分の都合を押し付ければ気が済むのよ。私はね、あんたの言うことを信じてこれまでお金を貸し続けたのよ。それが全て嘘だった上にお金を返す気もない。お父さんにまで嘘ついて、まずは謝罪すべきじゃないの。ごめんなさい、謝るわ。だからお願い。今さら遅いんだよ。私はもうあんたを二度と信用しない。どんなに困ってもあんたを助けないわ。お父さんの言う通り、もう家族とは思えない。この件は勇気にも報告するし、300万も全額きっちり返してもらうわ。どんな手を使ってでも払ってもらうから覚悟しておきなさいよ。私の気迫に義母はヘナヘナとその場に崩れ落ちた。すでに涙は枯れており、喪失感だけが彼女を覆っていた。その後、義母は義父から離婚届を突きつけられた。私から借りた300万円のうち、半分の150万円を義父に肩代わりしてもらうことを条件に、義母は離婚に同意した。追い出された義母は、勇気に連絡して助けを求めたらしい。だが、すべてを知った夫は大激怒。もう二度と俺たちに関わるな、と義母に啖呵を切ったらしい。息子にまで見放された義母は親戚の家を転々とし、今は妹の家に住まわせてもらっているらしい。事情が事情なため歓迎はされていないようだが、無理もない。私への支払いと妹への生活費を渡すため、毎日死に物狂いで働いているのだとか。一方の私はというと、ようやく本当の意味で穏やかな日々が戻ってきた。夫と義父には何度も謝られたが、正直もう気にしていない。一月でも支払いが滞ったら、弁護士を返すつもりでいる。今回の件で、私は何でもかんでも信用してはいけないことを学んだ。これからはもっと人を見極められる人間になりたい。